皆さん放射線って聞いたことありますよねでは放射線のことをどれだけ知ってらっしゃいますか放射線は生活の中でさまざまな分野で利用されています例えば炭素の14を使った年代測定それからジャガイモの発芽防止のためのガンマ線照射そして非破壊検査ですねこれは製品の傷を確認するものです それから飛行機に乗るときに物品調査をするときに X 線の検査をすることはご存知ですよねそれからブラックホールから出てくる X 線で天文学が飛躍的に進みましたそれから医療機器これの滅菌使いますそして皆さんレントゲン写真撮ったことありますよね医療の中でも放射線っていうのは使われますでは私の専門なんですけれども放射線治療技術学 というところを担当しています放射線というのは医学の中でどのように使われているかいうことを説明したいと思います放射線は医学の中で三つの分野で使われますそれは画像診断そして核医学放射線治療です画像診断は皆さん骨折したときに X 線の写真とか撮ったことありますよねそれから CT で体の輪切り画像を作ります これが診断で使われる放射線そして核医学ですこれは放射性同位元素という放射線を発生させる薬を体に投与することで体の中の骨の代謝それから肝臓の機能それからがんの位置もですね確認したりそういうことができるようになりますそれから放射線治療ですレントゲン博士が放射線を発見されてから直ちに 放射線をがんに治療に利用すするといいうことが研究されています放射線治療を行うために必要なことって一体何だと思いますかそれはまず放射線の特徴を知ることそしてがんの病巣がどこにあるかがんがどこにあるか知ることそして正確にそのがんに対して放射線を照射すること生体への放射線を照射した場合の影響を予測すること そして正確に放射線を測ること体の正常な組織に対してそういう正常細胞に対する放射線から守ることこういういこことが必要になりますこれらの学問はすべてこのように放射線物理学放射線検査技術学放射線治療技術学放射線生物学放射線計測学放射線防護学につながっています。 皆さん方診療放射線技師を目指す過程の中でこのような広がった学問分野を学んでいくことができます放射線治療技術学を追求することによってがん患者さんを皆さん方が救うことができるのです